秋山、藤田美勝。二軍練習試合、阪神2対8エナジック。先発した秋山がバッテリーを組んだ藤田美勝を入れた。17日の練習でブルペン入りする際も藤田の準備が遅れて待つことになるなどし、怠慢と思われる態度が目についた。今年は一軍キャンプスタートで坂本、梅野の立ち居振る舞いを見てきたはずの藤田。秋山は、二人より雑に感じる。危機感を持ってほしいと苦言を呈した。昨季もファームの試合ではバッテリーを組み、後輩捕手の成長を促してきた右腕。それだけに、もどかしい思いが募った。去年組んだのは何だったんだろう、というのが多かった。5年目だったら分かってほしいなと思いながら投げていました。共同作業になってくるので、そういうところを引っ張っていってほしい。成長を願うからこそ、あえて厳しい言葉を並べた。自覚ねえ。偉そうに言える立場かな。長らく活躍を見れてないけど。ああ、これはバースデー案件ですね。秋山も2軍に定着してしまったな。俺は秋山に勝つだ。2アウト取って、なんで勝負玉がカーブなんだ？まずは、自分の反省してから言えや。5年目で何やってんだか。藤田、しっかりしろよ。やる気ないならユニフォーム脱げ。成長がないんだね。さすがに長優勝パレードしてる御堂筋で散髪してた男やで。3番手保守事情は未だこんなもんなんか。藤田、だから中途半端なんやね。来年は2軍の指導者がたくさん解雇でいなくなるよ。1軍の指導者が2軍に行くしね。キャッチャーの大変さもわからんかい。心地よくさせるのが当たり前やと思ってやがる。言われているうちが花。言われなくなったら成長したか戦力外のどちらか。お互い頑張れ。